タラッタッタッタン。お腹空いたの。マック食べたいな。マック食べたいね。美味しいよね。じゃなくてタオチだよ。質問です。はい。ハイハートって何？ってなんだ、私初めて聞いたぞ、ハイハートって。ハートがハイテンションなの。ハイハートって名前がつくとしたらチャクラかな。これも僕もその最近聞いた話で、これ、昔からそんなチャクラなかったような気がするんだけど、ハイハートチャクラっていうのを言ってる人たちがいて、この喉の第五チャクラと胸元にあるこのね第四チャクラの間にあるっていう人もいれば、心臓の裏側にあるっていう人もいれば、なんかいまいちよくわからないチャクラなんだ。そもそもチャクラっていうのはインド医学のアーユルヴェーダから来てるから、アーユルヴェーダの中では7つのチャクラをメインにして話が進んでいくんだけど、僕も全部読んだわけじゃないからわかんないけど、この指先とか足とか入れると21個あるのはなんとなく知ってんだ。それがどこかっていうのは全部把握してないけど、あのハイハートチャクラっていうのがなんかこう騒いでる人たちはいるけども、どうなんだろうね。でそのハイハートチャクラが開けばどうのこうのとか、ハイヤーセルフとつながってどうのこうのって書いてる人もいたし、そのここが開けば第四チャクラが開くみたいなこと書いてた人もいるんだけど、そもそもそのチャクラシステムの構造上から考えると、チャクラって連動してるから、基本的に一つが開いてるってことはおおよそほとんどのチャクラは開いていくのよね。確かに第五チャクラは開いてるけども第四チャクラが閉まってるとかっていう人いるよ。いるけども、開け閉めってある程度連動するから、第五チャクラが開けば第四チャクラも開いてるし、もっと言えば第四チャクラが開いてるっていうことは他のチャクラもほぼ開いてるっていうみたいなもんなんで、チャクラのセンターは第四チャクラだから、ハイハートチャクラだけがなんか特別視されてるような気がするんだけど、別に僕の中では特別ではないかなと思う。どこ入った今、大丈夫？多分そのチャクラの話をしてるんだと思います。ちょっとどっか入っちゃったけど、もしそうじゃないんだよっていうのがあれば、またコメント欄で教えてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、タオチェでは質問相談何でも YouTube 内でお答えできることならお答えしていくので、どしどしお問い合わせください。はい、ではまた次回のタオチェでお会いしましょう。またね。ハイハートという名前がつくのは、お腹鳴った。お腹すいたんじゃ。お腹鳴ったよ。だから多分外が賑やかだな。これ入ってるぞ音が。まあ大丈夫だ。ハイハートチャクラ。